はい、それでは対局の準備ができたようです。第9期女流王座最終節3回戦投杯の開始です。はい、泉が何か怪しい動きをしていますが、さあ始まりました。泉のネックレスですが、あれなんか十字架が3つ重なってるらしいですね。怪しい気配がしますけど、あの、はい、ファッションのことは疎いんで、はい、何とも言えないです、はい、ですか、はい、さあ3回戦、ちーちゃから二階堂るみ、なんちゃに小宮山和美、しゃーちゃに泉ゆき子、ぺーちゃに武石えりと、なっております。トン一曲ドラがちーそー。さあ武石、このハンちゃんはもう正念場とトップ縛り、はい、のようなハンちゃんですよね、うん、あと2連勝が必要となってくる武石ですが、どうでしょうか。さあこちら大江版のるみはダブトン重ねた。今日だけの数字で見るとね、まだマイナス 23.8 なんで、はい、これをプラマイゼロに戻せばいいだけなんで、2連勝もいらないかもしれないですね。はい、そうですね、はい、失礼しました。プラマイゼロに戻すと自然と古谷さんより上になるんで、はい、古谷は最低限でもまくっておきたい、はい、さあ、あとこれ小宮山のテロップが、あ、そうですね、今日プラス 49.5 か、そうですね、失礼しました。トータルではないですね、上に出ているのが本日の、2回戦終了時のポイントと。そうですね、はい、あの順次トータルの点数表出ると思いますし、そうですね、もし詳しく知りたい方はホームページ見ていただければ、宮山ウーピンを引き入れてパーマン切り、ちょっとドラの表示が間違っていますが、ドラが小そうですね、うん、はい、その小そうルミ引き入れて、カンチーソー引き入れましたね。ダブトンをポンしていけばここに1枚ここ、武井さんはね結構地配絞るタイプなんで、出にくいですよね。はい、さあ いいシャンテンですが、すそ切り、はい、ドラが小そうなんでね、はい、おた風から行きましたね。はい、そうですね。テンパった。ポン、さあその泣きでルミがルピンを引き入れてテンパイが入りました、うん、トンとリャンマンのシャンポン待ち。小宮山さん浮いてますね、リャンマン。そうですね、さあ竹石はここは9万切り。さあイーマンがくっついて、まあ米も向かいませんね、うん、現物の9万切りです。泉もこの形からはちょっと行きづらいか。トン1枚ありますね。はい、そうですね、これでウーマンが切れたのでエリアンマンも出やすくなったでしょうか、はい、ヤンマンも山には1枚ありますね。リャンマンだと3900ですね、はい、さあ泉はいいピン切り、現物がありません。さあ現物がなくなるとリャンマンあたりに手がかかってもおかしくないか。裾は現物、さあこれは、もうルミが上がれるかどうかという局になりそうです。またトンもリャンマンも、1枚ずつ山に残っています。サイズに中央あんこにしましたが、ここは現物の裾切り。トンいますね、まだ。そうですね、あ、積もれず、残り積もりか、ここにトンが行きました、ね、これは出ない、はい、さあ残りはリャンマンが1枚。ただリャンマン積もでも大きいですからね、2ルコールね、はい、でメルルはダブトンとダブナンは4プと、はい、トイツは
さあ最後の相撲は嘘積もれず、これは一人転敗で流局となりそうです。はい、当院局はルミの一人転敗で流局です。さあルミの連チャン、当院局一本場、ドラが吐く、うん、さあルミのハイパイは、うん、これはちょっと苦しいか、8種9敗ですか、はい、うん、全員重たいハイパイですね。ピンズの本位置か、まだ、チャンタや国士も見ているんでしょうか。自敗が重たい場になりそうです。もう貫通になるの、ね、はい、竹石三蔵を貫通しました。おっとルミはこれで九州、最近役満出てないんじゃないですか。そうですね、サンマの対局では出たんですけど、はい、4人麻雀では最近、はい、あれですね、おぐるまが、はい、おぐるまプロが勝ち抜きバトル V7 でスアンコ積もりましたが、はい、そんなにそれぐらいですね、うん、さあこれでも国士に行きます。ルミ、あ、強権が変な地位したやつだ。そうですね、吉野がチンイツですね、チンイツの地位したら3ピン待ちとか、はい、メンチンテンパってましたね。そうですね、それ泣いたら積もられちゃったという、はい、YouTube の、日本プロ麻雀連盟のチャンネルの方でご覧いただけますので、今まで出た役満すべてアップしてありますのでね、はい、そちら非常に見応えあると思いますので、ぜひ皆さん一度見てみてください。仕事早いですね、古橋さん。はい、そうです。これはゴロッチもあるんで、ウーワン残したいですね、はい、おっとこれリンシャンからパーソーを引いて、はい、リーチ初と9ピンのシャンポン待ち、はい、初は、ルミに、あ、ルミにドラが重なった、あ、初出ちゃいそうですね、そのうち、ゴガチュン、これ国士か、あ、なるほどということですね。さあ初と9ピンですが、あ、もうここでルミはチュンのトイトとしでおります、うん、となると初もおそらく出ないでしょう。泉は何の統一落とし、さあ初は残り1枚、9ピンは山に2枚ですか、まだ十分残っています。このシャンポン待ち、9ピン出上がりは2000点ですか。そうですね、60分なので2000点ですね、はい、さあまだ山には残っています。竹石の町は初、おっと泉が地位ですね、カウマを地位して、転敗、うん、ウーソーローソー、ウーソーローソーの単野王です。ウーソーは現物、二階堂さんからはほぼね単野王のみが分かってますからね、そうですね、はい、あ、この9ピンはどうだ、あ、止まんないな、9ピンいった、うん、竹石に、これが当たります。リーチのみで2000点は2300点の上がり、はい、トン2局です。小宮山の親番、竹石さんもね、ようやくあのリーノミみたいのが上がれましたね。そうですね、今まではリーノミ打ってたら、はい、散々やられ返しましたから ね、ようやく、はい、ようやくですが、うん、上がりがつきました。
さあトン2曲ドラが言いそうです。また自敗が多いですね皆さん。ルミはマンズが多い形、山はここでチュン切りです。今度は泉が国士でしょうか。苦しいですね、はい、さあこれで九州おっと竹石今あんこにしてロマンズの本一ですね。ここが圧倒的早いですね。はい、カイドウルミがおっとこれで男らしい。そうですね、九走を引けばまたこれ、迷っちゃいますよね。はい、ちょっと想像行きたくなりますけどね、まあ、ただこれは国士に行きそうですね、うん、さあ泉おっとフォーメーションが国士になってますね。はい、これは13面ちゃんの、3シャンテンそれこの間のあれでしょ、はい、スタンの何シャンテンだけスタンだったから、はい、おっとこれでリアンシャンテンだ9ピンがジャントになりました。さあ泉が欲しいのは9走イーマン白イーマンが竹石にあんこですね。1枚場に切られています。そうなるとちょっと苦しいか。今もないですね。そうですね、捨て牌に1枚。はい、あ先ほど展望のあリーチ棒をね、あのあ教託ですかね、はい、教託のリーチ棒でしたね、はい、その先点は、はい。さあただまだ竹石から打たれないとも言えないですからね。上がりの可能性はあります。天敗、はい、ルミがここでやめてリャンピン待ちですね、はい、おっと小宮山リーチに行った。タンヤオデリーチですね、リャンウソー待ち、はい、まあ、親なんでね、はい、想像いいですね。リャンウソー丸山って感じですね。そうですね、ウソーをルミが1枚持っているだけで残りは誰の手配にもありません。これ分かりやすいですね。あの天下見行ってもらえると分かるんですけど、はい、リャンウソ絶対いるような捨て牌ですね。あでもリャンウソ、ルミが積もった、うん、はい、ピンフ積も400-700の積も上がりです。さあ泉の親番トン3曲ドラがローピン決定戦に向けてポイントをできるだけ伸ばしておきたい泉ですが、そのハイパイどうでしょう。おっとローピンが統一、うん、高打点が見込めるって、はい、そうですね、なんちゃの竹石も悪くないですね。そしてシャー、うん、こちらペーチャの小宮山はトンペー統一なんシャーが1枚ずつこれは少数紙ですか、何シャンテンですか、4シャンテンぐらいですかね。お、ソーズの本一、これはまた高打点のぶつかり合いになりそうです。これはいいとこ引きました、うん、いいシャンテンです。お、泉もいいとこ引いた。これは三色を見るか、見ない方がいいですね。見ない方がいいですか、うん、G マンツモギロ見ませんでしたね。ゴロチよりはリャンズ引いた時にどうするかですね、はい、テンパイを取るか取らないか、はい、ということですね。あトンをポンしていきます小宮山。おそのポンでウーピンが入った。泉チートイツのイシャンテン、これでテンパイ関数層のダマテン、まあ、チーピンが先に入ってしまうと、チーは残す意味ありましたけどね。そうですね、はい、どうしてもリャンカンが選択になってしまうので、ここで、チートイツのイシャンテンを崩します。さあ竹石これで両面待ちに変化して、はい、しかしさらに闇点ですね、はい、ソーズが非常に高い馬強。おっと泉これは正解じゃないですか。そうですね、今スースー打ってましたもんね、チートイツに決めているとスースーで補充になっていた可能性があり
ります。アルミもいいシャンテンですが、これでチーソーが出てしまうか。お、出ない。お、想像絞りましたね。そうですね、あ、下茶の小宮山が想像の仕掛けですね、はい、うん、さあこれ長引くと泉にもチャンスが出てきそうです。さあ小宮山リアンシャンテン、泉さんがスチーピンになった時多分闇手にすると思うんですよね。闇手にしますか。はい、間違いなく泉ですよいや、これはスーピンが2枚切れですからね。闇手の方がいいと思いますけどね。はい、オルミは何も切りませんね。ソーズも自敗も切らない構え。さあ泉はスッチーピンアートペイではない3万ですね、はい、泉はスッチーピンロー級層のイーシャンテンです。うん、そうですね。ここで今の数番置きはいいですね。はい、手広くションパイの白を切っていきますね、はい、これはよく瀬戸熊さんが言う、あの、はい、手代わりありますからね、はい、あの段階でも両面両面の一シャンテンですけど、そうですね、はい、サブローワン先に引いたり、はい、この両面があまり強くないですからね、場に薄い牌ですから、はい、ローピン引きとかもありますからね、はい、まあ、実際ローピンはないんですけど、お、さあこれでただもうペイがないんですよねああ、でも一応可能性は残しましたね。はい、このローソーを泉しぶしぶですが、はい、チーしてスチーピのテンパイを取ります、うん、さあスッチーピン対スッチーソー 5% ですか。タンヤオドラドラの、テンパイです。泉、スーピン止まるかな。止まった。シャアが2枚入れでした、はい、さあただテンパイが入ると小宮山から打ち出される可能性があります。チー入ってるのとシャア重なってましたね。あ、そうですね、うん、ただもうこの順目になったら小宮山打たないでしょうね。打たないでしょうね。佐竹石もワンナンはションパイ切りますね。あ、これポンっていうのは取らないですね、小宮山。はい、小宮山落ち着いてますね。そうですね、はい、うん、落ち着いてる。ここでナンを切って流局ですね、はい、ポンしてしまいます。また泉竹石にツモ回りますからね、うん、あの補充でしょ、ポンすると。あ、まあ、そう、あ、そうですね、はい、はい、冷静ですね。そうですね、うん、いや小宮山非常に冷静。竹石さんも苦しいですよね。あんぐらい早いテンパイで2000手上がらせてもらえないですからね、さあ泉の連チャンです。トン3局1本場。むしろ今のは想像かぶってたんで、はい、逆にリーチしてもよかったかもしれないですよね。はい、なるほど。小宮山さんとかぶってしまってたんで、ドラがローピン、またローピンですね、ドラが、うん、さあなんちゃの竹石、なんがあんこ、ルミはトンが統一、ドラが1枚。さあ白も重ねた。こうなる、おっとドラドラですね、ルミ。竹石はどちらかの本一に、まだわかんないですけどね、行きたいですよね。インズのスーピンパーピンが外しづらいんですよね、ローピンがドラなだけに。そうですね、一番少ない、ピン、あ、投げましたね、ハクポンしていきました、はい、無難に2652を狙いに行きましたね、そうですね。日本一にはいかないか、はい、おっと絶好のペンチーピン引きました。ただチートイをそうです、ね、キープしながらですか。はい、チートイツのイーシャンテンをキープしています、はい、小宮山はピンフのイーシャンテン。お、ここでリャンシャンテン戻し。そ
そうですね、競技ルールの場合、リャンシャン手戻ししとくと結構柔軟になりますね。はい、最終形は強くなることの方が多いですよね。はいはい、シャンテンです。ポンせずトン。あ、そうですね、うん、ポンしてもおかしくない手配ですよね、こちらルミ。そうですね、イーシャンテンからイーシャンテンなんで嫌いましたね。チートイツ嫌いな人はポンしそうですけどね。瀬戸駒さんはどうですか。僕はしないですね。しないですか、はい。さあ泉がリーのみ、はい、リーチ、マッチはロー級走。武井さんいけないでしょう。いや、一発で当たり牌のロー走ですか。ただ切る牌がもう何の何個としです ね、ここは引きます、うん、まあでも冷静ですね、ポンして全然手牌動いてなかったんで。そうですね、二階堂さんも読めましたね。はい、引きましたね、元一落とし。二階堂さんはね、あの上しか見ないんで行きそうな局面ではありますけど ね、そうですね、打点的にも十分な手配、うん、ルミの手配ですか。親番だったら瀬戸熊さんでもポンですか。ダブトンですか、はい。まあ、ダブトンだったらね、ポンしたほうがいい。してイーシャンテン、はい、イーシャンテンですが、そうですね、ポンしていくと受け入れの広いですかね、あ、ドランコになった。これでまた迎える手配になってきますね、はい、ローキューマンを引けば、うん、イペコ積もり3個もですね。あ、忘れてました、すいません。そうですね、パーピンは積もぎり、はい、ノーチャンス。これで泉さんにドラがないのが分かったんで、はい、あの二階堂さん行きやすいですね。そうですね、ドラが4枚見えています、はい、ほとんど手役絡んでないと思うんで、ダブトンもないし、はい、あ、これですね。ただローマンが今切れたばかり。ローマン3枚切れなんですよ。あ、そうなんですね。Q1 2枚切れてて、ローマンが場に3枚なんで、ローマン実質ないですね。そうです、Q1 も3枚ですね、うん、あ、これテンパイ取らず、はい、パーマンチーマンと落としていきます。そうですね、Q1 1枚しかないですから、ね、はい、でもこの1枚いったりするんですよね、1枚は確実にいそうな感じですけどねさあスーソにくっつけての天敗を取りに行きたい。これでチーマンも通ったので、サイズに相図にくっつけばよしと。ウーピン数万は1枚切れ、中筋でまだいかありますが切ってきます。可能性として2ピンまだ残ってますからね、はい、サグピン切れ た、はい、さあこれでこれでリーチか、スモがしない1回ですがリーチはせず、あー、やっぱ9はいた。あ、そうですね、うん、まあね、あの辺はちょっと感覚的なもんになっちゃいますね、これで開けられて、まあ難しいですけどね、そうですね、結果的には一応上がりはついていたと、非常に難しいですけど、もう1枚でも切れていなければリーチにいったかもしれないですけどね、さすがに残り1枚ではいけなかったか。結構ね、あのポイント状況的には僕リーチできる局面だと思うんですよね。なるほど、はい、はい、親利が相当安いの分かってるんで、まあダメでもともとで、そうですね、 Q1 を2人で積もりましょうみたいな感じするのもありだと思うんですよね、はいはい、まあでも二階堂さんの中では相当想像が嫌だったんですよね、そうでしょうね、はい、はい、さあ泉の連チャンです。トン3曲2本馬ドラが2走、泉なかなかの高配牌でしたね。うん、今助かりましたからね。そうですね、サルミは白を重ねました。これは想図の本質まで見ていくんでしょうか。
山は初がドイツ、うん、さあルミはチュンを重ねた。これでルミが白とチュンが統一。ああ泉本一見てますね。ローマンを切っていきます。アルミはローソーガン、ここもソーズの本一か。佐竹医者リャンマンがアンコになってリャンシャンテン。あーっとこれすごいですね。泉さんなんか決め打ちすると本当にそれ以外本当にいらないって感じで来ていますね。はい、早いですからね。もっと武石が、トーンを重ねてチートイツのいいシャンテンですね、はい、その先まで行ってほしい、うん、イカイドさんポンテン取るかな。これはどうですかね。まあ取りそうですね。その後のなんかリアンサビキとかもあると思うんで、そうですね。ただ白が小宮山ともちもちですね、うん、チュンが泉に1枚浮いています。選択チーソー切り。小宮山さんもポンテン取るでしょう。さあこのチュン取りましたね、はい、ルミがチュンのポンテン、はい、町は閑散像です。まあ変化ありますからね。はい、うん、いった。あこのパーソーチーして、うん、泉も本一のイーシャンテン、武石はチートイツのイーシャンテン、ルミはテンパイ、小宮山もイーシャンテンです。おっとドラを食い取った。トンが行きづらいです ね、 そうですね。小宮山さんはさあテンパ、おリーチ、リーチに行きます、はい、小宮山白と初のシャンポン待ち。まあこれはリーチ行きやすいですね。どっちしろ出づらい牌なんで、はい、あの親の仕掛けと二階堂さんの仕掛けがあるんで。そうですね、はい、うわーきつい。これはルミは行かないかもしれないですね。リャンピンが現物、うん、自敗を切るとアウトです。いや現物切った、さすがですね。これだと先ほどの上がり逃しも長寿で合いますよね、はい、うん、守備的な、はい、考えというルミですね。ただ現物が続くか、急走は通っていないがパーソーが3枚見えていますね。ワンチャンス。いや白トイツ落としもありますね。いやそうですね。いや3ピン、ここはもう自敗は切らないと。粘った。いや素晴らしい。これはいいですね。はい、泉はウーマン切り。うわきつい、小そうあ、チーソーは現物か。泉さんにきついですね。そうですね。うわ、何もションパイです。あ、一枚切れですね。急走切っていきます。パーソーのチャンスになりましたね、はい、急走はテンパ入った。うわ入った、泉いい走走ローピン相当強く見えますねこれ。そうですね。あー積もった、最後の1枚を積もりました。小宮山リーチ積も初ドラ1、2004戦の積も上がり、2004戦は2200、4200です。テンパネですね、はい、はい。さあこの上がりでプレーオフは見えないですね、はい、はい、いやー力強いですね小宮山。さあただ今の上がりでトップ目に立ちました小宮山、はい、33,800点。今日はプレゼント企画とかないですよね。今日はないですね、特には、はい、
このままいくとキーワードはね、はい、プレーオフはないですねとか。そういうことを考えてたわけですね。いや、その振りがそうなのかな、はい、はい、ちょっと対局に集中してもらっていいですか。わかりました、すいません、はい、さあ、トン4曲、竹石の親番、ドラが何、親番の竹石、ドラの何が統一です、うん、竹石さん肺炎割ってしまいましたね、そうですね、29,700点、今日はとことん小宮山さんにやられてますね。そうですね、あ、ここに重なった。さあ、ルミも何が統一、二階堂さんなんかなんちゃなだけ、あ、でもそうですね、なんちゃなだけ苦しいですね、はい、竹石さん頭で使いに行きますもんね、そうですね、はい、おっと、竹石はいい形になってきました、うん、でも今の流派なんか二階堂さんの目から見たら、そんなの積もんのとか思いますよね。そうですね、絶対思ってますよね、心の中で。竹石の手牌ですけれども、はい、今数ピンを引いて、うん、小さを切っていったんですけど、これはどうですかね、6ブロック、はい、うん、ここで選択になっちゃいますもんね、うん、まあ、こうなった時にですよね、そうですね、シーソー持ってる方が熱いってことですね、はい、まあ、ただ僕も同じですね、あ、ここでチーソー、はい、先ほどチーソーを切ってここでメンツ選択をすると、うん、そうですね、ただメンツ選択した場合、そうですね、イーソー2枚切れか、難しいな、難しいですよね、待ちになった時はイーソーの方がいいですけどね、パパって切られちゃってなくなるケースもあるんで、はい、ピンズはちょっと多面チャイの変化があるので、うん、はい、嫌いづらいですからね、パーソンもこれで2枚、うん、3枚切られてしまいましたね、はい、小宮山さん泣きましたね、はい、小宮山チュンをポン、直瀬のシャーも統一です、うん、さあ竹石、ね、ウッピンを入れてウッパーソーデリーチ、こうなってしまうとイースソノが若干いいですよね、そうですね、うん、ただ分かんないですけどね、ウッパーソー先にいるかもしれないし、そうですね、パーソーは3枚切れ、ウーソーも3枚持たれています、早速ここにパーソーがいった、うん、ここからは出ないですか、ただワンチャンスですね、はい、チーソーのもしかしたらルミから打ち出される可能性もあります、これきついな、4戦折る逃し、そうですね、ウッパーソーは残り1枚、本当ね、ちょっとしたことなんですけど、ああいうとこが大事なんですよね、はい、うん、ただあの時点での選択というとかなり難しいですよ ね、 そうね、あの感覚的なもんだけど、イースソが間に合うかと、はい、うん、イースソが間に合わないかのその選択になっちゃうんですよね、さあ小宮山スーピンを切れば天敗ですが、ここは、安全にシャーの暗行としていきます、小宮山は戦い方が一貫してますね、そうですね、手をやり1には、はい、無謀に行かないと、うん、うわ、上がり逃し一応、ね、まだ天敗へは復活できる可能性はあります、はい、これが竹石さんが調子よければこの瞬間に引かれたりして、はい、小宮山さんが今度悪くなっちゃうんですけ ど、 今日上がりまで結びついてないですからね、はい、竹石さんがこういうのが、そうですね、この相手の隙をつけるような感じだといいんですけど、いや、竹石のリーチは残り、ウーソーが山に1枚です、あ、ここ、あ、この最後のウーソーが小宮山に行きました、九州ですね、はい、小宮山さんの場合は降りてもそんなにひどいことにならないですね、泉は現物がないか、中筋の数ピンを切っていきます、厳しいなあ、この4線オールは、そうですね、難しいですけどね、はい、竹石の一人天敗で流局となりました、はい、調子の悪い時は選択が来るんですよ、そうですね、うん、竹石今日の調子の悪さを象徴するような、はい、今のは、まあ、うん、上がり逃しというべきではないかもしれないですが、 そうですね、そこまで言ってしまうと酷ですけど、はい、はい、
さあ竹石の連チャンです。一本場でドラがチーピン、さあ竹石のハイパイ悪くないんじゃないですか。ペーが統一何から切り出していきます。あんま良くなかったですね。チームも統一ですね、うん、はい。マンズの本質を見ていきたいですが、はい、ドラのチーピンがありますからね、ここは難しい。今局は全体的に一番遅そうですか。泉が一番これでもいいですかね、うん。ミローマンを引き入れてウーソー切り、小宮山チーソーを切っていきます。さあ泉が差し子を見ず、はい、まだ見てますね。そうですね、はい、まだ若干見えます。さあ小宮山リャンマンワンコにしました。泉は三層を引きますが、これはつもぎりでしょうか。もしくは三万を切るか。三万切りでもいいですね。三万切り。ローソー引いた時に単葉変化と。はい。ここは差し子の三色は見切って、今単品への変化を見た一打ですね。うん、おっと小宮山絶好の勘チーピン引き入れた。これでいいシャンテン。やっぱりつもが効いてますよね。そうですね。この中央竹石がポンしていきます。うん、竹石もいいシャンテンです。今日はスイッチャーの人も大変ですね。めっちゃ早いです、ね、はい、早いですからね。あと小宮山チーソー切ったぞ。あ、これは切ってる嘘か。まあいいピン切りもありますよね。はい、三蔵ポンすると、うん、なるほど、三蔵ポンするけど嘘はポンしたくないですね。そうですね、かっこ悪いですよ、ね、はい。こういうの嘘ポンします。そうはしないですね。しないですか、はい、それはやっぱりなんか男らしくないですなめられちゃいますから。かっこ悪い、はい、かっこ悪いですね。三蔵はポンしますか。三蔵はポンしちゃいそうですね、はい、さあ小宮山に天杯が入っています。小宮山の町は関三蔵。今のところでリャンピン切りとかもありますよね。はい、ルミですね。おっと竹石、これは三蔵止まった。振り点ですがリャンウソタツを残します。これでサブローソーになるぞ。サブローソー待ち込み山、待ちが変化しました。これで竹石は苦しい。あ、このローソーが捕まります。うん、小宮山単野をドラ1、2600は2900の上がり。いや竹石苦しいですね。どの選択をしても今のは包重になっていた。小宮山さんがしっかりリーチボードが取ってきますね。そうですね、手堅いですね小宮山。非常に今日のあのテーマがね、はい、もう残留一本なんで、無理はしないし、はい、捌けるとこは捌くと。特にこの3回戦浮いてしまうともうほぼ、はい、次ラス引いてもほぼ大丈夫ですね。高級はもうないような、はい、プレーオフはないですね。プレーオフはないですか、はいはい、本当にないですかないと思いますけど、最後ね、3万2千オールとか。そうですね、まあね、麻雀だから絶対はないですけど、はい、絶対はないです、はい、可能性としてはあります。おっと小宮山、これはまたいや、まだまだです、はい、国士か少数士か。瀬戸さん、でもこれ上がれば、おっと、なんがあんこだ。瀬戸さん、これを上がればんプレーオフが、いや上がれないでしょ。上がれないんですかあの、はい、その最高形では。そうですか、はい、しかも子供ですよね、まだ。そうですね、子供ですね、はい、おっと、これはただどうするのかな。本一じゃないですか。そうですね、ただリャンピン入ってしまうと、ちゃんたも見えてしまう。ちゃんたドライ1、はい、
これでバラすんじゃないですか。そうですね、はい、人数を払ってマンズの本日に向かいます。ただね、先ほどから二階堂さんが異常にその染め手にはケアしてますよね。そうですね。ただここは親番なんでどうなるか微妙ですけど、手配もなかなか整っているだけに、はい、わー、これは痛い。難しいけどな、おっと、ただこれ数万切りで羽満まで見える手配になってきます。小宮山やっぱりあの手配が動いてるから迷いがないですよね。そうですね、うん、さあ竹石もマンズの本一、おっと続々とマンズを引いていきます。さあ小宮山もマンズが欲しい。竹石さんの形はいいですね。そうですね、うん、さあアルミこれでイーシャンテン月天杯ですが、あ、ここはやはりそうですね、うん、マンズが高いだけにマンズ絞りましたね、はい、実際今のウーマンは、はい、ただ3ゾ切ってるんで振り点の可能性あるんです ね、 はい、はい、これでイーシャンテン、おっと竹石がウーマンを引いた、うん、続々とマンズを引き入れていきますね。さあ小宮山も白を重ねてイーシャンテン、これポンテンですか。そうですね、チュン切るとポンテンのサブロック9万ですが切りません。竹石もこれ3900だとちょっと物足りないですよね。物足りないけど浮きになりますからね。ああ、まあそうですね、そこは大事な。うわー、すごい、このツモラスハイのウーマンあっさり引き入れたいやー、小宮山これは力強い。白とトンのシャンポンはどうですか。竹井さんアウトじゃないですか、白が。うわ、本当だ、白が浮いてる。竹井さん浮いてますね、白が。トンは1枚切れ。あー、これもダメだ。これ出るでしょう。これが捕まる。1万2000。小宮山ダブナン白本一ドライチ。1万2000の上がり、この上がりはあまりにも大きい。強烈。いやー、すごいツモですね。もう今日は小宮山の日ですね、うん、まあプレーオフはないと。ないですか、はい、まだないですか。ないです、はい、まあ本当に麻雀というのはこういう残酷な面も、うん、ちょっとさすがの竹石も顔が歪みましたね、そうですね、今のはちょっと動揺してますね、はい。普段はもうかなりのポーカーフェイスで淡々と進めていくんですが、うん、自分の手もねチャンスだっただけに、 それ以上に、一面ずつしくったのが物申せず、そうですね、余計高くなりました。捨て牌だけ合わせるとちゃんた3色オナンちゃんた3色ドライチ積もってるんですけどね。そうですね、 2パターンの、そうですね、羽満の上がりがあったと、はい、どうしてももう上がっていますこの山。もう絶好じゃないですか。いや なんだこのハイパイはペイ切っても良さげですけどね。そうですね、うん、ペンちゃんから外していくと、あ、ペンちゃんじゃないですね、今がドイツですか。うわ、いいシャンテンだ小宮山。打点こそ見えないものの、うん、でもまあ大体リーチっていけば全員いけないですよ ね、 そうですね、局面的には、はい。小宮山フィーバー中ですが、まるで瀬戸熊さんを思わせるようなこう流れに乗った時のそれは僕なんてコメント返せばいいですかそうですか。さては熊熊タイムを研究してるかもしれないですね、小宮山さんは。実は僕が小宮山さんが盗んだ、はい、あ、実は本家が小宮山さんだったんですね。いや、そんなことはないと思いますか、はいはい、おっと、これはいいマンコにした。あ、ただローソーを先に切ってしまってるんですね、小宮山。これはアンコ系の変化もあるかと思ったんですが、これはかなり手広い形。打点はね、ちょっと安いですけど、そうですね、はい、あ、ドラ引いた。さあ、小宮山が今にも天杯が入りそうです。あ、やっぱ竹内さんのトータルポイント間違ってましたね。
マイナス 2ラスだったんで、あ、そうですね、はい、先ほど23ぐらい出てたんですけど、マイナス55ですね、はい、失礼いたしました、うん、さあ泉が先制リーチ、老朽走待ち、追っかけ効きますよこれは。そうですね、いや竹石もチューンが重なってドラドラだけに、これは降りたくないですね。何を切っていくのか、切っちゃうんじゃないですか。1枚切れの白か3ピン切り、筋の3ピンですね、チートイツ。ちょっとなんかね、ちょっと微妙な選択でしたね、あ、テンパ入ったが、これ小宮もどうですか。9ピン切ってリーチでしょ。あ、現物イーマンです。イーマン現物ですね、はい、追っかけリーチ、小宮ママの待ちは、うわ、3ピン、バーピン、今度はいけないでしょ、この3ピン。もう白ですか、これは白の方が良さそうですか。3ピンいった、3ピンいきましたね。ちょっと熱くなってるかもしれないですね、あ、ドラのウーマン、これポン、うわ、しないか、さすがにしないか、さあ、老朽走対バーピン、泉さんも気が気じゃないでしょう。そうですね、小宮山さん、今日の小宮山さんのリーチは全部怖いですね、非常に迫力があります。まあここは安いんですけど、はい、数走か、まだチートイーシャンテンキープ。そうですね、さあ老朽走もウッパーピンも十分山には残っていますが、ツモはスーピン、泉のツモはチューン、あーテンパった、テンパったスーピン短期今ね、出た、あー、これはうまい、やった、お見事、やったね、いや竹石、これは山越しで、あ、いい上がりだ、スーピン捉えました、うん、いやこれは二間リーチをかいくぐっての素晴らしい上がり。さっきから本当こっちの予想を覆す、そうですね、はい、ファインプレーが出ました。ただルミは今の補充はきついですね。まあそうですね、今通ったばっかりだって言った時にね、いい上がりでしたね、はい、ナイスプレー。さあ瀬戸熊プロからナイスプレーと、うん、まあね、ナイスプレーも あるんですけど、ちょっとしたミスもねあるんで、はい、その辺ですよね、多分今後の課題は、ね、武井さんとしては、はい、さあ南三局泉の親番です、うん、ドラがチーピン、小宮はまた自敗が多い、ハイパイですね。これをきっかけにしてほしいですね、そうですね、武井さんは、はい、最後のルミがイーソーのポンから入っていきます。あ、珍しいですね、うん、こういった形から仕掛けていくのは、うん、あ、白が統一になったこれはまた見えてきたんじゃないですか無双状態ですね、はい、わ、でもトン食い取られましたね。お、トンポンしていったお、これピンズの本一ですね、この白もポンだ怖い、これはいけないでしょう。二階堂さんもいけなくなっちゃいましたね、はい、突っかかった見たものの、そうですね、もう上茶だけにピンズ下ろせないですね。このいいピンも切りたくないか、そうですね、うわ、ポンしてる牌です、うわ、続々、はい、テンパイは確定したような、そうですね、うわ、ピンズだ、もうこれはいけないか、もうやめですね、はい、あの小宮さんの手に全く迷いがないですもんね。そうですね、毎回めっちゃ早いですよね、はい、いつも切りの時、もういけないですね、ピンズはいけないですよね、いけないですね、もう空中で切ってますもんね、ピンズ以外、はい、非常に速いモーターです。竹石ももうちょっと苦しい形、戦えるのは泉だけか、ハク泣かなかったら上がってましたね、今多分。ああ、小宮山ですね、うん、上がりまであったかもしれない、ハイにピンズが続々とハク持ってきてローピンチーピンって引っ張ってますからね、はい、まあ無理でしょうけど、内調でしょうけど、泣きますよね、はい、いやもう竹石は降りてますね、うん、ヤンパーピンか、白なかった、いやこれテンパが入った、ヤンピンと初のシャンポン、まあでもね、一人旅ですよね、ほぼ。そうですね、泉さんがどういけるか、
まあリャウパンはチー入れてさばいた方がいいと思いますね、ここは。さあ小宮山の町はリャンピンが山に1枚、初はもう山にはあります。あーテンパ入った、リーチだ。泉らしいけど闇天でもいいかな。ドラの振り返りもありますしね。リャンパワンだったら全員で積もってる状態なん で、ね、このリャンワンとかも時間の問題でしたからね、こうなってしまうと小宮山との1対1、これ待ち返するか。3ピンは、いや4枚切って、そうですね、はい、数ピン積も切り。泉らしいんだけどらしいです、ね、さっきのウッパピンはうまくいったけど、毎回うまくいくとは限らないです。このパワーも多分拾えてますもんね。そうですね、うん、さあいや、さすがに怖いですね。ここは闇天だと思うんですよね。闇天ならば上がりは固かったか。泉、さあドラのチーピン、これはさすがにでもリャンピンいけるでしょ。ノーチャンス。そうですね、カンローピンに受けそうですか、はい、受けますね、カンローピン安全策で。うー、これは寒い。ローピンはもう山にはないですね。まだ分かんないですよ、流派のことがありますからね。流派もないです。うわ、このドラ泉もヒヤヒヤしているでしょう。まあね、だからあこういうとこは泉さんのいいとこでもあり、悪いとこでもあり。あ、詰まった、さすがですねはい、泉面単品積も2600オール、これで原点復帰でしょうか。そうですね、ちょっと危なっかしかったけど、はい、まあ、結果的にはねいい上がりになってますけど、すね、やっぱりあの今後手堅くやっていくんだったら、あの時点は闇天の方が堅かったような気がしますね。さあ泉ギリギリ3万点届かずですね、29,900点。ただね、ああいうリーチ絶対積もりますから、そうですね、恐れ入ります、はいはい、力強いですねさあなかなかのハイパイです、ドラが数万、はい、ね、積もられちゃうとこっちもね、はい、だから闇天って言ったでしょって言えなくなっちゃう、ね、言えないですねでも積もったからいいじゃんみたいな。小宮山さん落ちないですね、はい、南中統一、うん、ただ小宮山さんやっぱり豊潤に回ってないんでいいですよね。そうですね、うん、相手に必ず、はい、当たりはやつかまないんで、はい、おーっと幕元です、なんだこれ、ま、すごい、めっちゃ手入ってるな今日。もうこれピンズの本質ですね、うん、あ、これはもういかないですよね。これはもういかないでしょ、はい、これはポンテン取るんじゃないですか。はい、もう南中白、そうですね、オーラスにしてしまえばほぼトップは見えますからね、これどうするんだろう、もしかしたら。あ、いや落とすかもしれない。総継ぎでありえますか。ありますね、いきますね小宮山、これ上見てますね、チュンポンだ。そうですね、いやチュンポンしてイーシャンテンプレーオフ見てますか。見てますね、これ見てますよプレーオフ。これテンパったけど今度は微妙だな。あ、いった、ね、同じような形ですけどね。でもこれ は、まあ、はこれは普通ですね、はい、これはリーチでいいと思います、はい。あ、小宮山さんこれ上がり逃し、そうです、だけど打点は4倍になった、ね、はい、いや泉これはまた寒いでしょうパーピンとナンはこれはナンが1枚持たれているだけ。ただこれは微妙ですよ、小宮山さんも上がりがあっただけに。そうですね、想像の一面切っていってますからね、うん、あ、これ当たり切らないでしょう。ないでしょう、はい、初の統一落とし、あ、掴んだ、ね、これはいきそうですね、こういうもんですよね、はい、泉がリーチピンフ、ドラ1 5800は、6100の、いや、やりすぎましたね。小宮さん初めてエラー出ました。そうですね、まあ、ただもうプレーオフを目指して高打点を見たと。プレーオフもともといけないですから、ね、はい、まあ、上がっていればプレーオフにというところだったんですけどねまだ全然足りないです。全然足りないですか、はい、
さあ逆に泉が今の上がりでトップが見える位置まで来ましたね。ちょっと小宮山さんに油断が入りましたね。泉にとっては今の上がりは大きいですね、はい、うん、さあドラがすごいですね。今度は泉が、ね、泉チュンガンコだ、はい、本来はここないはずの親番なんで、ここは要注意ですか。要注意です。もらったようなもんなんで、はい、ただその上がり逃しは小宮山さんにしか分かってないんで、そうですね、小宮山さんは注意しなきゃいけないですね、はい、ここの親番はペイちゃんの小宮山注意が必要と、うん、今のところプレーオフの圏内は、まあそのままですね、そうですね、おそらくね、魚谷、安田、泉、斉藤、秋、中田、和久津、清水という8名ですね、はい、ただプレーオフも持ち越しで、はい、ちゃん4回戦なので、まあ上の方にいないと厳しい、それだけでは厳しいと、ね、7位、8位で、進出しても相当厳しいですね、はい、ただ今回は和久津さんの場合53ポイント持ってるんで、そうですね、7位の和久津が、はい、3位のボーダーが下がればってことですね、はい、そうですね、そうすれば、うん、1位で通過してもチャンスはまだあると、うん、はい、で和久津さんとしては7位で残りたいですね。あ、はい、7位で残ると6位とか8位になってしまうと1セット目になってしまうんで、7位で残ると後半の対局、はい、後半に回りたいですね、むしろ、はい、アルミ闇天を、積もりました。ピンフツも400、700は600、900の積も上がり、はい、ですね、プレーオフはポイント持ち越しで2位、4位、6位、8位が11月19日に対局、そして1位、3位、5位、7位が11月26日に対局となっております、うん、ちなみに解説はですね、11月19日が山井博士、そして11月26日は今野慎太郎という解説になっております。実況は古橋さん、はい、実況は僕がやらせていただきますので、はい、高宮さんじゃないんですか。高宮ではないですね、はいはい、ちょっとそこはまだ譲れないと、譲れないですね、はい、僕が決めることではないですけどまだ V7 で練習してくる、はい、そうですね、はい、さあオーラスです。3回戦オーラス、ドラが三蔵、竹石の親番です。竹石かなり後輩っぱいでしたね。ソーズで2メンツ、でもこの間ね良かったですよね、実況高宮ですか、あと解説が、あ、近藤さんですね、はいはい、結構押しますね高宮さんも。いや、あのその2人の出たワイプとかが面白かったなと思ってはい、そうですね、はい、さあ、竹石がトンをポンしてソーズの本質に向かっていきます、うん、竹石さんはね苦しいですね、はい、ここで老朽までターツができてしまいました、うん、小宮山もシャーをポンして必ず竹井さんの親を落としに来るのそうですね、やっぱり戦い方分かってますよね、はい、マークする相手は分かってますね、そこは本当に徹底してますよね、徹底してますよね、まだまだ油断しないみたいな、いや小宮山非常に試合巧者といいますか、もう伸びてきましたね、はい、ドラの三蔵引き入れてこれで1万2000が見えてきました、はい、あ、ちょっと小宮さん怖いですね。そうですね、ターツオーバー、ここで先に切っちゃうかどうかですね。あ、切りましたね、はい、ただパースソー間に合う形あるんじゃないかな。そうですね、パースソーが間に合った、このパースソーを泉が切った牌ですが、パースチー、はい、サブローソーチーしてサブローソー、これは三蔵、あ、ただ三蔵はないですね、はい、ドラの三蔵積もりが6層でしたが、行きますちょっとカンパーソなのでパに二度受けというか、はい、パーソの受けも残ってるかなという感じありますが、これは微妙だな、小宮山さん行っちゃうんじゃないですか、これ小宮山リャンウピン蔵は行きそうですね、そうですね、三蔵はさすがにドラだけに、三蔵はやめるかもしれないけど、ロー蔵行きそうですね、さあただこのリャンウピンが先、あ、やっぱりそうですね、はい、小宮山シャーで、先天の上がりで3回戦が終了、お見事でしたね、はい、竹石は、3回戦もラスト、うん、非常に苦しい展開となってしまいました。
はい、それでは3回戦が終了しました。選手の休憩時間となりますので CM をご覧ください。